はい、皆さんこんにちは、けすけです。今回は IKEA で購入できるおすすめデスクというものを皆さんにご紹介していきたいと思います。僕はね、Amazon で1万円以下で購入できるおすすめデスクというものもね、紹介したことがあるんですけれども、今ね、その動画の再生回数がだいたい3万回ぐらいにいきそうということで、めちゃくちゃ人気シリーズなんですよね。ということで今回はそれの IKEA バージョンをやっていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていくんですけれども、まず IKEA っていうのはね、スウェーデン発祥の家具ブランドですね。手頃な価格でね、高品質な商品を手に入れれるということで有名となっております。で、 IKEA のデスクの買い方は主に2種類ありまして、もともとデスクが完成されている商品を購入する方法、そして天板と足を別々に購入して自分で組み立てる方法の2種類が選べます。で、今回は天板と足を別々に購入して自分でオリジナルのデスクを作るおすすめデスクを紹介していきたいと思います。もともとね、デスクが完成されている商品のおすすめを知りたい方はまたね、次回以降の動画でやると思いますので、チャンネル登録して待っといてくれると嬉しいです。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまずはじめに天板を3種類ご紹介していきたいと思います。まず1つ目がこちらですね、ラグカプテンという商品となっております。価格が3499円なんですけれども、これはね、横幅が 140cm、 奥行きが 60cm のものがこの価格となっております。ちなみにね、別の長さで言うと横幅が 120cm のものは2499円、横幅が 140cm がこちらの3499円、そして横幅が 2m のものが5999円で販売されております。このね、サイズ感の天板にしては圧倒的なコスパの良さが売りとなっております。で、この商品は4色展開になっておりまして、こんな感じのね、ダークグレー、そしてライトブルー、そしてホワイト、さらにホワイトステインのオーク調のものが販売されています。ちなみにね、このオーク調というものはプリントですので、本当のオークは使われておりません。でね、もちろんこれだけだったら、なんでおすすめなんだよってなりますので、素材のね、紹介をしてからどんな人におすすめなのかっていうのをご紹介していきます。で、まずですね、この商品の素材なんですけれども、この商品はね、ハニカム構造のペーパッキングというもので構成されております。で、これがね、どういったものかなんですけれども、ペーパッキングというものは紙です。蜂の巣みたいなね、ハニカム状になった紙で作られたデスクとなっております。で、もちろんね、紙でできておりますので、耐久性はね、微妙な面があります。僕もね、昔ペーパッキングでできたデスクを使っていたんですけれども、やっぱりね、荷重が多くかかるモニターアームとかだとちょっと凹んでしまう場合があるんですよね。なのでモニターアームをね、頻繁に使う方はこのね、デスク天板はあんまりおすすめできないかなと思います。逆にね、モニターアーム全然使わないよっていう人にはね、このデスク天板でも全然いいかなと思います。で、最初に言った通りね、表面はプリントされていますので、デスクにね、傷とかがついちゃうとプリントが剥がれてきちゃいますので、そこはね、注意すべきかなと思います。なのでこのラブカプテンという商品はとにかくね、デスクが欲しい、安いデスクが欲しいという方にはこの商品はね、ぴったりかなと思います。はい、ということで次見ていきましょう。はい、次こちらですね、ベスタンビーという商品でございます。価格が 27,490 円と先ほどよりもね、かなり価格が上がったんですけれども、こちらはね、 IKEA の中でもかなり高級な分類に入るデスク天板となっております。色がね、ダークブラウンということでかなりね、落ち着いた色をしております。大きさは横幅が 170cm、 奥行きが 78cm、 厚さが 5cm となっております。奥行きが 78cm というのはかなり奥行き広いですね。一般的なね、 PC デスクだったら奥行きは 60cm から 70cm ぐらいになっているんですけれども、78cm というのはかなり奥行き広いですので、十分なね、作業スペースを欲しいという方はこのデスク天板いいかなと思います。で、厚さがね、 5cm というのもポイントになってきまして、先ほどのね、天板とかだったら厚さ 3cm ぐらいだったんですけれども、 5cm というのはね、かなり太いですので、高級感とかね、耐久性という面でもこのデスク天板はね、最強かなと思います。で、こちらもね、素材の話をしていくんですけれども、素材はね、パーティクルボードというものが使われております。いや、パーティクルボードってなんぞやっていう話ですよね。パーティクルボードというものは木の破片を接着剤と混ぜて板状にしたものですね。で、このパーティクルボードは強度にね、非常に優れておりまして、合板の3倍ぐらいの強度が出るデスク天板となっております。大きさとかね、高級感とか、あと耐久性ではもう言うことがないんですけれども、やっぱりね、価格が 27,490円とかなり高高めですので、高級感とね強度をめちゃくちゃ両立したいという方はこのデスク天板ね選んでもらった方がいいんじゃないでしょうか。はい、ということで2つ目はベスタン B でございました。はい、ということで3つ目のデスク天板ですね。3つ目のおすすめデスク天板はこちらでございます。モルシットというデスク天板ですね。価格が9999円と、先ほどよりはねかなりお手頃な価格となっております。大きさは横幅が140センチ、奥行きが60センチとかなりね使いやすい大きさかなと思います。でこちらもね素材を見ていくんですけれども、素材はねなんとこちらでございます。こちらの商品ですね、パーティクルボードが使われております。先ほどのねラグカップ店で使われていた素材と全く同じ素材がこちらのねデスク天板でも使われております。なので強度も価格もデザインもかなりねコスパのいい商品となっております。僕がね今から IKEA でデスクを買うってなったらこのデスク天板を選びますね。このデスク天板の色にね好みが分かれると思うんですけれども、このデスク天板のねベージュの色が好きな方はこのデスク天板買った方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで3つ目はモルシットというデスク天板でございました。はい、ということでデスク天板の紹介は終わりましたので、次にデスクの足のおすすめを紹介していきたいと思います。こちらはね2種類紹介するんですけれども、最後にね1種類、別のね選び方も紹介しますので、よかったらねそちらも見ていってください。じゃあまずね最初に1つ目からですね、ティルスラーグというデスクの足でございます。価格が1つ2000円で、色がホワイトメタル、ダークブルー、そしてブラックメタルの3色が販売されております。このデスクの足の高さは70センチで、奥行きが36センチとなっております。デスクの足の高さとしては標準的ですね。そしてね実際にこの足をデスクにつけてみるとこんな感じですね。足がね3本ありますので、デスク下のスペースがね少し取られてしまうんですけれども、こういったところにね、謎の台がありますので、ここにねちょっとした小物とかなら置けるかもしれません。両サイドね使ってみるとこんな感じのデスクとなります。これはねデザインでね好き好みが大きく分かれると思うんですけれども、耐久性という面でね非常に優れておりまして、このね2000円という価格の足にしてはかなりねしっかりしているんですよね。なのでデスクにねぐらつきっていうのが少なくなるかなと思います。もうデスクの足を選ぶときはね本当にぐらつきがなくなるような足を選ぶことが大事なので、とにかくね強度があって安定した足を選んでもらった方がいいかなと思います。そのね条件にこのデスクの足はね当てはまると思ったので、今回ね紹介させていただきました。普通のねデスクの足の形だったら嫌だとか、他のデスクとね差別化したいという方はこのデスクの足を選んでもらってもいいんじゃないでしょうか。はい、ということでデスクの足1つ目はティルスラーグでございました。はい、ということでデスクの足おすすめ2つ目はこちらですね、オディリスでございます。やっぱりねデスクの足でオディリスは切っても切れ離せないんですよね。なんといってもねこの価格ですね、1本375円という驚異の価格でございます。デスクの足でね使うとなると4本から5本必要になってくると思いますので、だいたいね1500円ぐらいで全て揃うようになっております。いや1500円でねデスクの足が揃うっていうのがもう本当にやばいですね。コスパが良すぎる。でね詳しい説明に入っていくんですけれども、色はねダークグレー、そしてブラック、そしてホワイトが販売されております。僕のおすすめはねこのダークグレーがいい感じのくすみカラーでいいですね。そして商品サイズなんですけれども、高さが70センチ、そして直径が4センチとなっております。なのでね高さ的には一般的ですね。でねこの商品を使ったデスクは僕も実際に使っていたんですけれども、やっぱりねぐらつきっていうものはどうしても出てきます。フラットな床にデスクを置ける環境だったらいいんですけれども、カーペットとかねふかふかの絨毯とかの上にデスクを置こうとしている方は、かなりねぐらつき出てきますので、そういうところはね注意した方がいいかなと思います。やっぱりねデスクにそんなにお金を割り当てることはできないけど、デスクが欲しいっていう気持ちはね僕もすごい分かりますので、そういう方はねこういうオディリスで一回作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。僕もね最初は IKEA のリンモンという天板とオディリスを使った、だいたいね5000円ぐらいの構築のデスクを使ったことがあるんですけれども、いずれはね買い替えることになると思うんですけれども、最初のデスクはねあれでも良かったかなと思っております。はい、ということでおすすめデスクの足2つ目はオディリスでございました。はい、じゃあねおすすめのデスクの足3つ目なんですけれども、これはね IKEA じゃなくて別の場所で購入するという方法ですね。IKEA に関しては天板はねある程度豊富なんですけれども、デスクの足はね品揃えがそんなに良くないんですよね。世の中にねデスクの足っていうのは本当にいろんな種類がありまして、電動昇降式の足だったり、り、あとね、X になってるような足だったり、素材もね、アイアンでできた足とか、スチールでできた足とか、まあ、いろいろあるんですよね。詳しくはね、PC デスク制作で失敗しない足の選び方という動画がありますので、まあ、よかったらね、そちらの動画をチェックしてみてください。まあ、そこではね、自分に合うデスクの高さを求める方法だったり、形状別のね、メリット、デメリットだったり、あとね、素材別のね、デスクの選び方なんかも紹介しておりますので、まあ、よかったらね、ぜひチェックしてみてください。下の概要欄にもね、リンク貼っておきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は IKEA で購入できるおすすめデスクを紹介しました。まあ、今回はね、自分で組み立てるタイプのデスクを紹介したんですけれども、またね、デスクが元から出来上がっている商品でね、おすすめのものも紹介したいと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録して待っておいてくれると嬉しいです。はい、ということで僕はこんな感じでデスク周りに特化したガジェット紹介や DIY をしておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。